だと追放された宮廷獣医、獣の国に好待遇で招かれる、星さん。くっそ激烈に優秀な地位と持ちの獣医である人族のオスが主人公。そいつは国から社畜のように扱われていたが、ある時クズ王が主人公を首にしたことで自由になった主人公はイベントで助けた獣人族の姫の国の獣医になるというシナリオ。そこから、モンスターアッコたちをガンガン狼烙していってモンスター娘のハーレムを構築するというザマート、モンスターハーレムマンが、主人公を首にした後のクズ国家は、その後主人公がお世話していたドラゴンたちだったりは全員主人公の元に旅立ったり、主人公の妹のヤンデレチート魔術師もいなくなったりと盛大にザマーする。主人公のモンスター娘を狼烙する過程がコンビニでアイスを買う感覚のように素早く、傷ついたハーピーを治療したら狼烙、もともと懐いていたリザードがモンムス化して狼烙、犬親子を助けて親子丼が完成ととてもサクッとしてて面白いし、ラッキースケベの描写も作画が綺麗なので実用的だし、格はそれぞれかませ犬を用意して即落ちにこまする感じのリズム感もディモールとベネデアリを見やすい。非常にカジュアルにハーレム拡張とザマーをしてくれるとても読みやすい暇つぶしに最適な作品。